北楽天ゴールデンイーグルスは、あんまり調子良くないよね。今年は A クラスに入れるかどうか微妙ね。石井和久監督になって2年目、今年は勝負の年かと思うけど、いまいちだな。天然な采配かと思ってたけど、GM を2年もやってたから意外と堅実よね。北海道日本ハムファイターズの新庄監督と同様、現役時代から天然キャラだったけどな。まあ、ファイターズよりかは希望があるよね。石井和久監督のエピソードって言えば、1997年の横浜戦でノーヒットノーランを達成してるんだが、8回に当時の野村監督にもう、やめときますか？記録作ったら今後の野球人生がなんだか怖いし、と申し出たらしいな。石井さんらしいというか、とんでもない発言ね。野村監督にアホ、滅多にないことやから最後まで投げろ、と叱られたことで9回も登板し、見事ノーヒットノーランを達成したんだぜ。200勝目前で現役引退したり、記録には無頓着よね。イーグルスといえば F-15 の最新型であるイーグル2派、今でも生産されてアメリカ空軍に配備されつつあるな。何それ？イーグルってもう生産中止じゃないの？ああ、じゃあ今回は、そんな F-15EX 通称イーグル2について、じっくり解説するんだぜ。ゆっくりしていってね。さて F-15 イーグルが初飛行してから、今年はちょうど50年だな。そんなに昔から飛んでるんだ。F-15 は戦闘機タイプの A、B、C、D 型と戦闘爆撃機タイプの E 型に大きく分けられるんだ。航空自衛隊の F-15J は C 型のバリアントで、韓国空軍の F-15K は E 型のバリアントだな。ほうほう、どう違うの？ざっくり言うと、E 型は直列複座のコクピットで、本格的な対地攻撃能力を持たせるため、機体各部においてかなりの手直しが行われており、機体構造では全体の6割が再設計されているんだ。なるほど。機体寿命も伸ばされており、追加の搭載機材や大量の兵装を搭載する必要があるため、機体重量が重くなり、降着装置はこれに耐えられるように強化されているぜ。空戦能力はどっちが強いの？両タイプとも近代化改修が行われてるから、どっちが空戦で優位とかは一概には言えないな。まあ、両タイプとも第4世代戦闘機ではトップクラスの空戦能力を有しているのは間違いないぜ。そうなんだ。今まで何機ぐらい生産されてるの？ざっくり試験機も含めて約1800機だぜ。高価な戦闘機だし、アメリカも輸出に関しては消極的だったから、そんなに生産機数は多くはないな。なるほどね。でも、試験飛行から50年も経ってるのに第一線で活躍してるし、今も生産が続いている脅威の戦闘機だぜ。イーグル2が最新型なのね。2020年にカタール向けに納入された F-15QA をベースにした戦闘爆撃機型の最新機種だな。一応144機が米空軍向けに納入される予定で、今は20機くらいが納入済みらしいんだぜ。どんな性能なの？基本的なスペック自体は、今までのと大きくは変わらないぜ。エンジンは GE 製の F110 だから、初期型よりはエンジン性能は若干いいけどな。機体はあまり変わってないのね。どういうところが最新型って言えるの？加速性、機動性、耐久性、システム処理能力、兵装搭載量などの能力が大幅に向上したと言われてるぜ。ほうほう。操作系統は旧式の電気式 CAS と油圧機構を組み合わせたものからフライバイワイヤー方式へ変更されてるからレスポンスがいいんだ。ふむふむ。従来のパルスドップラーレーダーから APG-82 レーダーへ変更したことでより精密な追尾が可能となり、敵射程圏外からの空対地攻撃モードもあるんだ。いわゆるフェイズドアレイレーダーだ。レーダーも最新型ね。デジタル電子戦システムも最新型で、空対空ミサイルも最大22発も搭載可能だぜ。まあ、実戦ではそんなに積むことは少ないだろうけどな。とにかく最新型で強いのね。さすがにステルス機能はないから、第5世代戦闘機と遠距離で戦う場合には分はないけど、一旦敵を探知できたら、むしろ第5世代戦闘機より空戦性能は高いんだぜ。ほうほう、それはすごいわね。整備性も旧型よりかなり向上させているし、F-15 をすでに運用している国ならかなり使いではあるな。耐用年数も、旧型より倍くらいあるらしいぜ。結構いいことずくめじゃない。そんなに高くはないんでしょ？昔の戦闘機だし。アメリカはどんどん作ったり輸出すればいいんじゃないの？実はそんな簡単な話じゃないんだ。ボーイングの F-15 製造ライン自体は稼働中で、一応一月あたり約1機の生産能力はあるし、最大3機まで拡張できると言われているな。じゃあ、一年で30機以上作れるんじゃない？って意外と少ないのね。機体はそれくらい可能だけど、問題はエンジンと電子機器だ。一応エンジンは GE 製の他にも PW 製があるから、無理すりゃなんとかなるんだが。だが？
問題はレーダーをはじめとする電子機器だな。レイセオンやその他のメーカーが作ってるんだが、この製造ラインが目いっぱいなんだ。ほうほう。航空自衛隊の F-15J のうち、後期型約100機を能力向上させる計画が進んでいるんだが、やはり電子機器のラインの問題があって、完全に全てをアップグレードする場合には、生産ライン増強分まで払えとかいう話になって、一部を断念したくらいだぜ。つまり、米軍向けにこれから何十機か作っていくんだが、数年は他の国にまともに輸出はできないってことだ。まあ、電子機器や機体の新規製造ライン分を負担するなら話は別だけどな。つまり、米空軍以外は誰もしばらくは買えないのね。そういうことだ。航空自衛隊は1機100億円くらいかけて、100機の F-15J を近代化回収するんだが、当然 F-15EX つまりイーグル2を買えばいいって意見もあったんだが、イーグル2を買う場合は何年か待って、さらに価格も1機当たり百数十億円以上、場合によっては200億払わなきゃいけなかったんだ。だから回収することを選んだのね。苦肉の策とも言えるけど、しょうがないんだぜ。気楽に買えばっていう人もいるけど、最新型の戦闘機を買うってことは、簡単じゃないんだ。欲しい国はいっぱいあるけど、ラインや電子機器の問題があるからな。1百数十億円以上、場合によっては200億だったら F-35 を買った方が安いしね。そういうことだぜ。アメリカで納入中のイーグル2の値段は、今は F-35 よりは安いらしいけど、F-35 も量産効果があって、将来は逆転する可能性があるから、米議会は、144機の購入契約を80機まで減らせよ、とか一部で言い出してるみたいだな。まあ、さすがに F-35 と同じ値段なら、考えちゃうよね。とはいえ、米空軍はイーグル2を歓迎はしているな。ほうほう。お披露目式典で、アメリカ空軍調達担当次官補オフィスの軍事担当補佐を務めるデューク・リチャードソン中将は空中戦で無敗を誇る F-15 イーグルは、これまで45年以上にわたってアメリカをはじめ、敵や同盟国の人々の心に航空優勢の象徴として刻まれてきました。空戦で無敗っていうのがすごいわね。しかし、それは永遠のものではありません。私たちは、現場から上がってきた要望に耳を傾けました。パイロットは F-15 が大好きなのよね。私は実績あるプラットフォームをもとに、現在及び将来にわたって航空優勢を確固たるものとする、大胆かつ断固とした方策を実行できたことを嬉しく思いますと期待を込めたスピーチだったんだぜ。なるほどね。イーグル2が輸出される見込みはないの？どうだろうな。インドネシア空軍の次期戦闘機計画では、一応イーグル2とフランスのラファールが競合してたけど、最終的にはラファールに決定したぜ。イーグル2が負けたの？40機程度の計画だったから、すぐに納入しなければいけないという付帯条件がなければ、イーグル2にも可能性は十分あった。ほうほう。でもインドネシアは過去に東ティモール問題でアメリカから制裁を受けたり、いろいろあって、アメリカ議会もギリギリまで輸出承認を出さなかったりとか政治的に揉めてたからな。ふむふむ。そういう意味ではイーグル2の性能でラファールに負けたんじゃないぜ。それにインドネシアは例の K-2 の KF-21 を共同開発してたり、ややこしい国でもあるからな。日本の新幹線輸出でも、いろいろやらかしたって聞くしね。まあ、そういうことだ。最近の大ヒット映画トップガンマーベリックでも F-14 が出てきたりしたから、F-15 が活躍する映画を見たいわ。ベストガイの続編を角川が作らないかな？織田裕二さんの黒歴史かもしれないんだぜ。この前の動画で F-15 が主役の映画はベストガイだけだって解説したけど、実は警告映画で F-15 系を主役にしたリターンプベースって警告映画があったんだ。へえ、そんなのあったんだ。視聴者さんに教えてもらったんだぜ。ちなみにこれもトップガンのパク。いやいや、オマージュ作品らしくて、才能がありながら問題を起こしているエリート空軍パイロットのお話だそうだ。へえ、どんなのか一度見てみたいわ。CG を極力使わず、警告空軍全面協力のもと、高度7500メートルから1万3000メートル上空での撮影を行ったそうだから迫力はありそうだな。Amazon プライムでなら無料で見れるから暇な時にでも見るといいんだぜ。マリサは見てないのかよ。動画の原稿書きで忙しいからな。ちなみに警告空軍の F-15 系は戦闘爆撃機型で購入価格は1機125億円程度だそうだ。41機輸入したけど、ライセンス生産ではないな。ふむふむ。一応購入の見返りに胴体及び翼の一部のライセンス契約はしたから、シンガポールの F-15SG には警告製の部品が使われてるんだ。ほうほう、そういうところはしっかりしてるわね。エンジンは前期型は三星テックウィン社がライセンス生産した F-110 を搭載してたんだが、後期型からは、アメリカの PW の F-100 に変更されたな。
理由は知らんけど。知らんけど。ね。そろそろ F-15 系も近代化改修が必要なんだぜ。日本の F-15J も近代化改修を始めたから、警告もやりたいんだろうな。ちょくちょく改修すべきって記事が警告の新聞にも出てるな。まあ、ゆっくり検討すればいいんじゃない？ KF-21 もこの前初飛行したばかりだし。そうだな。KF-21 も前評判。通り第 5.5 世代ならば、F-15K を改修するより、KF-21 を作った方が合理的かもな。ちゃんと物になればね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録・高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。